山田赤十字看護専門学校は、三重県伊勢市にあった日本赤十字社が運営する看護専門学校。山田赤十字病院に併設されていたが、2006年3月31日に閉校した。1898年1月、日本赤十字社三重支部は看護婦養成所設立に先駆けて実習病院を持つ必要性から病院建設の承認を、 日本赤十字社の本社に要請したが、時期尚早として、病院建設は認められず、看護婦要請書のみ、設立許可を得る。その後、要請書を設置する場所を、渡来郡宇治山田町の有力者と図り、隣接する渡来郡4号村に、宇治山田町立病院を建て、1901年、同時に、三重支部看護婦要請書を設立し、宇治山田町立病院を、 実習病院に当てた。1904年に、宇治山田町立病院が、日本赤十字社に寄付され、日本赤十字社三重渋山田病院となり、養成所は、その救護看護婦養成所となる。1926年に、病院とともに、渡来郡美園村に移転、第二次世界大戦後は新制度の要件を満たす、看護学院となる。 1973年に老朽化した寄宿舎を取り壊し、新校者と学生寮を建築。1976年には、専修学校としての認可を受け、看護専門学校となる。日本赤十字社の看護基礎教育機関の再編成計画に伴い、2004年に開学した日本赤十字と田看護大学に看護師要請を継続することとなり、 2006年3月31日に並行した。ありがとうございます。